ねえねえ、ターボチャージャーちゃん。どうしたんだ、自然吸気ちゃん。実はさ、私、車を購入しようと思ってるんだけど、どんな車にしようか迷ってるの、だろ。え、いや、今回は違う。自然吸気ちゃんの考えなんてお見通しだ。それで今回は何が気になってるんだ？いや、それが今回は違うんだよ。何が違うんだ、気になる車のジャンルか？自然吸気ちゃんは基本的に、走りを楽しめる車が好きだからな。クーペやホットハッチじゃないとすれば、まさか、ラグジュアリーセダンとかか。だから違うの、ターボチャージャーちゃん。いや、待てよ。自然吸気ちゃんは走りを楽しめる車が好きだが、いつもと違うってことは、それとは正反対で、運転が楽しいとは言えないミニバンとかか？ちょっと待って、いやいや、それも違うな。は、まさかターボ車が欲しいのか。自称自然吸気筒の代表のくせに、まさかターボ車に魂を売るとは。だからちょっと待てや。むむ、何をそんなに怒ってるんだ。だから、今回はいつもみたいに、車を解説して欲しいわけじゃないの。もしかして、二輪車か。なわけあるか。それじゃあ、何なんだ一体。耳の穴かっぽじってよく聞け。私自然吸気ちゃん、ついに、愛車を購入しました。どんどんパクパク。なんだと。あのわがままで優柔不断で。それ、私のこと。まるまる買いなよ、っておすすめして。いやー、俺も欲しいんだけどさ、って、言うくせに、かたくなに購入しようとしない。謎の自称車好きの知り合いのように。ああ、そういう人いるよねー。あれ、もしかして私のこと。なんだかんだ言って買わない理由探して。車買わないんだろうな、こいつ選手権第1位の。自然吸気ちゃんが車を購入したと言ったか。どんな選手権だよ。てか、そんな風に思ってたなんて心外だよ。今までは欲しい車が見つからなかっただけで、本当に欲しい車があればすぐに買うんだから。そうだったんだな、すまんすまん。それで、購入した車はどこにあるんだ？実は今日、乗ってきてるんだよねー。いつもお前はお姫様かと言わんばかりに、送迎を強要してくる自然吸気ちゃんが、今日の送迎を拒否したのはそれが理由か。悪かったって。でも、これからは送迎を頼まなくていいし、これがまさにウィンウィンってやつだよね。いや、私にウィンの要素がないんだが。とまあ、こんな茶番はこの際どうでもいい。早速見せてくれ、自然吸気ちゃんの愛車を。コンビニに停めてるから一緒に行こっか。さてと、そろそろ見えてくるよ。どれが自然吸気ちゃんの愛車なのか。車の数が多すぎて見当もつかないぞ。余計な世話だが、大盛況だなこのコンビニ。この時間は営業車で賑わってるからね。営業車。わはーん、どの車かわかったぞ。そろそろ回答を聞いてもいいかな？自然吸気ちゃんの新しい愛車は、ダイハツ、ミラバン、L275V 型だ。正解。わざわざこのコンビニに停車してたのは、愛車をカモフラージュするためだな。そんなところまでお見通しなのか。さすがはターボチャージャーちゃん。だが、こんなに車の出入りが激しいのに、短い時間とハエ邪魔にならないか。一応、コンビニの店員さんには少しだけ、駐車させてもらいますとは伝えてるけど、確かに、迷惑だったかもしれないね。ミラバンのことは移動しながら話しそっか。それもそうだな。さて、これが私の愛車の車内だよ。お客さんどこまで行きやしょ？私の愛車のところまでよろしく頼む。てやんでぃ。てやんでぃの使い方間違ってるぞ。ま、別にどうでもいいか。話は戻るけど、私の愛車はどう？結構意外だったんじゃない？いや、それが別にそうでもないんだ。え、本当に？だって、少し前まで自然吸気ちゃん、ミラバンに結構お熱だったしな。そんなバカな。いつ買ったんだ、このミラバン。1ヶ月前くらい？私の手元に届いたのは最近だよ。さてはサプライズするために黙っていたな。へっへぇ、バレちゃったか。驚くと思ったんだけどな。まあいろんな意味で驚いてはいるが、一つだけ聞かせてくれ。どうしたの？ちゃんとしたお店で買ったんだろうな。お店って言えるのかな。まさか個人売買か。メルカリで買ったの。確か12万円くらいで。めちゃくちゃお買い得じゃない？あのな、
自然吸気ちゃん。ヤフオクとかメルカリは否定しないが、ああいうサービスを通して車を購入するのは、車の知識がある人以外は避けておくべきだ。そんなこと言われても、もう買っちゃったんだもん。確かに、12万円は一見お買い得のように感じるが、アイドリングは安定していないように思えるし、さっきはエンジンルーム内のベルトが泣いてたぞ。まあその辺は見てもらうつもり。もう整備工場の予約も取ってあるんだ。まあ自然吸気ちゃんが納得しているなら良い。一応聞くが、当然原車確認はしているんだろ？いや、それが原車確認してなくて、おっく。不自由なく走れるから良いんだけど、アイドリングの違和感やベルト泣きは、ちょっと想定外だったんだよね。内外装の程度も思ってたより悪いし。安物買いの銭失いにならないと良いが、私を驚かせるためのサプライズ自体は嬉しいが、本命の車選びにも付き合わせて欲しかったな。もっと良い車両を見つけることができたかも。でも、私この車気に入ってるんだ。確かにボロっちい車なんだけどさ、私だけの愛車には変わりないんだし、大切にしながら乗っていくつもりだよ。そっか、そうだよな。さっきはちょっと言い過ぎたかもしれん。愛車を悪く言われて良い気はしないよな。本当のことだし、私たちの仲だから別に良いよ。むしろ変に気を使われた方が悲しくなっちゃう。そうか、そういうことなら、タバコ臭くて汚い内装だな。気遣いやこら。まだ前のオーナーさんから譲ってもらって、清掃とかもほとんどしてないんだよね。私はタバコ吸ってないからね。そこで焦ると逆に怪しく見えるぞ。非喫煙者なのはわかってるから安心しろ。ま、手伝えることがあれば言ってくれ。私ができる範囲なら何だってするぞ。それじゃあエアロパーツの取り付けに。ボディのオールペン、あとエンジンの修理も。私ができる範囲って言っただろ。何好きやらばこき使おうとしてるんだ。冗談だよ。顔が一切冗談じゃないんだが。まあ L275V 型はカスタムベースに最適だな。どうせ安い車だし、いろいろいじってみると良い。ボロッチー分いじりがいはありそうだよ。軽自動車だけど、いじれば速くなるかな？そりゃいじり方やどこまでいじるのかによるが。L275V 型は別にいじらなくても速いだろ？まあ割とキビキビ走ってくれるけど、速いかと問われるとって感じ。軽自動車の中だと速い方なのかな？ターボ車と比べると微妙なラインだが、KNA としては速い部類に入るはずだ。L275V 型は軽量ハイパワーだからな。そうだったっけ？マジか、以前解説してやっただろ。だから L275V 型を買ったんじゃないのか？以前、解説してもらった時に、無性に欲しくはなったんだけど、欲しくなった理由は忘れちゃって、あとはノリと勢いで買いました。ノリと勢いは草。もうれっきとしたオーナーなんだから、L275V 型のことを知っておくべきだぞ。以前の動画で復習しておきまする。ミラ版、L275V 型の解説動画については、この動画の概要欄にも URL を貼っておくから、この動画を見た後にチェックしてくれ。さて、目的地に到着しましたよっと。早速、ブンキャス号の外観チェックだな。ブンキャス号。このミラ版の愛称だ、良いだろ？いやちょっと待ってよ。私の車なんだから私が名前つける。名前の候補でもあるのか？これだ。スーパーラグジュアリー V8 ツインターボ太郎。金星の欠片もなくて草。というか、嘘をつくのはいけないぞ。正しくはスーパーチープ直産 NA 太郎だろ。スーパーチープ直産 NA 太郎。嫌だよそんなダサい名前。どっちもどっちだからな。まあ良い、とにかく外観チェックだ。まず全体を通して年季が入ってるな。そうだね、結構傷もあるし。これから少しずつ修理していくよ。ヘッドライトも黄ばんでいるから、この辺りも磨いて綺麗にしたいな。バンパーも派手に擦っているし、このボンネット傷、大丈夫なのか。大丈夫なのかって、何が？普通、こんな傷の入り方しないだろ。こりゃ事故車の疑いがあるな。そりゃ大なり小なりやってるでしょ。安かったしその辺は想定内だよ。よくよく見るとバンパーも浮いて見えるし、もし事故車なら正面からやってるなこれは。どうなんだろうね。走りに違和感とかは感じないけど、いろいろと修理していく必要はあるにせよ。やっぱり L275V 型はかっこかわいいな。今後どんな車に仕上がるか楽しみだぜ。実は私、通常のミラフェイスよりも、ミラカスタムフェイスの方が好きなの。
それなら、顔面移植しようぜ。顔つきは異なるが、中身は同じ車だから。部品さえあれば簡単に移植できるはずだ。自分の車じゃないから簡単に言うな。そんなことできるならやってみたいけど。まあまあ、手伝ってやるからさ。せっかくだしいろいろやってみようぜ。さて、次はボディサイドだが。ドアが2枚だからスタイリッシュだな。サイドウィンドウグラフィックといい。キャラクターラインの造形といい。商用版だからと侮ってはいけない。そうなの、普通にかっこいいんだよね。サイドからの眺めは私も気に入ってるんだ。フロントとかと比べて傷も目立たないしね。樹脂製のサイドミラーがスパルタンだな。そういえば、ホイールが鉄筋じゃないな。そうなの、これは前のオーナーさんが、別のアルミホイールに交換してるみたい。多分、2代目ムーカスタムの純正アルミだな。シンプルスポーティーで良いんじゃないか？うん、デザイン自体は私も好きだけど、このホイールも結構傷入りだから、そのうち交換したいとは思ってるんだ。レイズの TE37 とかワークのマイスターとか、シンプルなスポークホイールがおすすめだ。どっちも割と高価なホイールだけどな。出世払いできるか聞いてみよっと。あとは車庫帳入れてローダウンでもすれば、商用版感はだいぶ薄れていくと思うぞ。商用版感を残したいなら話は別だがな。最後はリア周りだね。リア周りもバンパーを中心に、結構傷が入っているが、大丈夫なんだろうな、この車。今のところ。とはいえ、フロントよりはマシか。リアビューは何の変哲もないミラだが、今後カスタムしたい箇所はあるのか？そうだな、テールランプを交換して、ミラカスタム仕様にしたいんだよね。お、それはありだと思うぞ。確かポン付けできるはずだ。テールランプの形状自体は同じだけど、ミラカスタムは丁寧に色分けされてて、リア周りがぐっと引き締まるんだよね。あとは私の好みになってしまうが、テールゲートスポイラーはどうだ？良いね、せっかくだし付けたいかも。で、次はブンキャス号の内装だが、あんまり程度が良いとは言えないな。そうなんだよ、結構傷物なの。ただ、日常使いは一切不足ないよ。内装デザインは樹脂しているが、スパルタンさが出て逆に良いな。手動のくるくる窓も魅力的でしょ？最高だぜ。シフトノブとブーツは純正じゃないよな。そうだね、ペラペラだけど革のブーツと、レッツの丸型ノブを装着しているみたい。うん、スポーティーで良いと思うぜ。ステアリングは交換しないのか？ステアリングもそのうち交換したい。でも、まずは追加メーターからだね。確かに、タコメーターないもんな。信頼性で選ぶならデフィが間違いないが、とりあえずはコストパフォーマンス重視で、あえて安めの製品を選ぶのもありかもな。あんまりポジションが良くないから、バケットシートも入れたいんだよね。まあ走りを楽しむなら入れるべきだな。ただ、そこまでの余裕があるのか。それはこのチャンネルの儲け次第だよ。視聴者の前で、いやらしいやつだな。だってこの車はブンキャス号だから。お、急に自分だけの車じゃないアピールで、恵んでもらおうと思ってもそうはいかんぞ。ま、楽しめるなら多少は力添えしてやるさ。そういや、肝心の走りはどんな感じだ？ターボチャージャーちゃん、運転する？お、良いのか？それじゃ、失礼するぜ。お、KNA としては加速は申し分ない。車体が軽いから元気に走ってくれるな。でしょ？全体的にかなりハイギアードだな。それにワイドレシオでもある。それでも3速まではしっかり走るから、街のリアドライブする分には問題ないな。ただ、4速に入れちゃうと一気に回転が下がって、ちょっと乗りづらくなっちゃうんだよね。まあ商用版だからな、しょうがない。本格的にサーキットを走るつもりなら、他車からギアを有用しても良いかもな。当面は街乗りで楽しむつもりだから、ギアの有用とかはまだ考えてないかな。それに、正直よくわからないし、コーナーは結構ロールする印象だが、この程度なら足を交換すれば問題ないな。この車はもっと楽しくなるぞ。気に入ってくれてよかったよ。うむ、まだまだ不完全な車ではあるが、やはり L275V 型は走りが楽しい。スポーツカーとして可能性を感じるぜ。ベタ褒めだね。まあコスパよく楽しめるって感じだ。あとは自然吸気ちゃんのいじり次第だな。まずは内外装からいじっていきたいな。走りは今でも十分楽しめてるからね。それなら、まずは車庫帳が良いぞ。
車高調なら種類にもよるが、走りの質感を高めつつ、ローダウンで見た目もかっこよくできるからな。確かに、おしゃれは足元からっていうし、ホイールも交換してみようかな。そうだな、単造アルミがベストだが高価だから。比較的軽量で安価な鋳造アルミを探してみるか。バネ下重量が低減して走りも良くなるはずだ。夢が広がるね。最終的にはオールペンなんかもやりたい。まあ、焦らず一つずつやっていこうぜ。まずはこのチャンネル、頑張らなきゃな。そうだね、頑張ろう。ということで、私の愛車はミラバンでした。分キャス号としていろいろカスタムしていくよ。小さなカスタムはツイッターやコミュニティで。大掛かりなカスタムは動画で紹介できたらと思う。四輪独立アクスルか、顔面移植、オールペンなど。普通はあまり手を出さないようなカスタムも。少しずつやっていきたいから応援よろしくね。ということで、今回はこれで終わりにするか。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。動画の高評価も待っているぜ。それじゃあ、またねー。